やーハロー、こんばんは。どうもマジラジオ芸人浜です。はい、現在12月29日水曜の午前3時55分ですね。さあ、ただいまスライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってました。1、2、3話と見てね、今のところ全部アップロードしました。で、4話と5話もね、撮らない予定なんですけども、ちょっとせっかくなんで4話までは撮っときます。はい、では自己紹介いきましょう。僕はマジラジオ芸人浜といいます。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者であり現在40歳、芸歴16年目マジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、そしてパフォーマーになり、現在子供たちの前でね主にショーをしております。ただ今はコロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してますが、そんな中でアニメにハマって、約1年9ヶ月で550作を超えるアニメ見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってるんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどなど全て説明文にあるんで、ぜひ読んでください。で、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに作品別にまとめてますが、ほとんど動画残ってません、過去の方が。最後になぜか説明します。で、雑談系のところには、僕の、最新のダイジェスト、パフォーマンスのダイジェストだとか、ジャグリングの練習動画だとか、その他、もろもろいっぱい載せてますんでね、ぜひとも盛りだくさんでやってますんで、お願いしますね。チェックしてやってください。そして来年の9月頃、でかい発表があるんで、お楽しみに。では行きましょう。D アニメストアですね。4話です。3、2、1、スタート。さあ、ライカが実家に帰らせていただきますと。膝枕されてたな。恋バナない、恋バナですか。僕もないです。だあ500歳とか、あ17歳、2500ヶ月。おぉ、かわいい。あほーな、バーナー。あ、いいね。目玉焼きとウインナーは最高や。あ、これね、3話の最後。でもサブタイトルが、ドラゴンの結婚式行ってきたやから、結婚式で参加すんのかな。
まあまあ、そういうことやね。姉の結婚式か。さっきの姉やね。膝枕されてた。恋バナ。ドラゴンの結婚式で行ったか。酔うてるやん。ゲロ吐き立てや。ゲロ吐き立ててキスは嫌やろ。これがあれか。ん？じゃあ、ライカお姉様ってことは。女学校に言ってたもんな。ああ、そういうことね。ベルトラみたいな。レイラ。来たんちゃう？ブルードラゴン。フラットルテ嫌がらせっこいんじゃないね。 私も一人見たぞ。 ほんまや。もう阿鼻叫喚やで、これ。
ポールとエルマみたいな。さすがライカをアッパーで倒したけどね。怒らしたらいかん相手を怒らしたね。ジャイアントスイングや。海洋圏。おお、フラットルトは強いのね。かかと落とし、アンディフグやで。おお。チートやね。いいな、このゼリー食いたいな。別動隊のあれかな。ああ、え？あれ、ベルゼブブやっけ。これベルゼブブの仕業？強いねんな、ベルゼブブ。
くんかくんか。くんかくんか。ベルゼブブ強。フラフラタルト。フラフラタルト。あれ。オープニングで映ってるエンディングと。いや、実体験や。なんか喋り方がミリウムみたいやな。春からのリアクション。マミヤソラさんか、レイラ。闇。
なんちゅうことよね。いいね。寂しいんやな、結婚してね。芸博シャルじゃ詳しい。で、これフラットルテは、あ、これフラットルテも入ってくるのかな。あら、いいね。フラットルテ誰やろ。伊沢しおりさんかな、違うかな。あ、マーキーあずみさんか。ほうほう。あ、見逃した。今回キャスト欄が多かったですね。まあまあまあ、平和や。ほんで、マーキーあずみさんがエンディング歌ってんのか。じゃあ、マーキーあずみさんといえばですね、みだらなあおちゃんは勉強ができないというアニメ、めっちゃ良かったんで見てください。13分のアニメです。ん、キヨナチさんの名前あったぞ。僕たちのリメイクの作者。まあ、パフラトルっておるよな。ほんの、あとは幽霊みたいな子だけやね、一番後ろの。ちょっとキャストを目指してください。めちゃくちゃ
さんってあれあのちょっとあれやな、1話でもね出てましたけど、全然あの雨宮空さんと全然ちゃうやないか。はい、あのまだまだあの僕はよく雨宮空さんの声を間違えますね。はい、まあまあということで今回は多いな。やっぱ全然ちょっとまだ声優さん覚えきれてへんな。中村さくらさん初めてやわ。はい、まあ今回ちょっとサブタイトルがもうディアニメには出てきてるんで、ドラゴンの結婚式行ってきたってことだったから、まあ、これは多分ライカは結婚式に参加するために参列するために実家に帰るかなと思ったらお姉ちゃんやったのね。うん、ね、最初の膝枕されてるシーンから始まったから、これはお母さんがなんかかなと思ったら、まあおめでたい話なわけですね。でそれでまあまあみんなドレス姿で、もう春からちょっと今 お気に入りかもしれん、おもろすぎるわ春から。まずライカの背中の上で用手ゲー吐いて、ゲー吐いたけど、なんて言ったっけ、あずさ様とならキスしてもいいですよね。絶対嫌じゃん。でまあ無事について、まあライカの父母が出てきたりだとか、後輩ちゃんが出てきたりだとか、これ多いなほんま。多分レッドドラゴン AB が後輩ちゃんかな。立花日菜さんっていう声優さんいんの。立花日菜ってドメスティックな彼女のお姉ちゃんですよ、感じ違うけど。うん、で後輩ちゃん出てきて、そこにあのブルードラゴンの襲撃、ただの嫌がらせってね、フラットルテのフラットルテは400年彼氏いないんですか、ね、まあ理由がしょうもなくておもろかったですね。でまあ最終的にボコボコにされてまあ梓を怒らすと怖いですね。ボコボコにされたように、まあその温泉街別動隊はもうあのベルゼブブが抑えてたということで、でフラットルテにはとんでもない賠償金やったんですよね。プラス、まあ不戦協定か結ばされて、まあなんかちょっとねツンデレを見せてくれましたね。レイラにこうバラかなんか渡して、でまあライカーがねあずさにこう寂しさから膝枕してもらうシーンとかめっちゃほっこりしました今回。うん、まあ、ということで、ほんまは、1、2、6、7、10、11、12だけ取り分けでしたけど、ちょっとね、せっかく今、時間があるんで、まあ、4時23分ですからね、今。はい、ちょっと4話も撮ってみましたけども、まあ、ほっこりしました。まあ、これでまあ、ね、最後、こう、みんながこう、家族っぽい、なんかこの家族の立ち位置みたいなのをね、言って、春からだけが、もうって、むくってするとか、超可愛かった。ね。はい、まあ、ここからフラットルテがどういう風に絡んでくるのかもね、楽しみですね。はい、ということで、スレム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになっていた4話でした。よかったらチャンネル登録や高評価お願いいたします。さあ、ということでね、僕は去年、もう3月、ことごとく仕事がなくなり、節約のために家にずっといるようになって、アニメ見るようになって、で、バルトゥーバーガーデンを見て、10話のリアクション動画を、ね、投稿したのをきっかけにアニメリアクターをやってるんですが、今1年10ヶ月目ですが、1年7ヶ月目にして、1年5ヶ月分の動画、大量に失ってしまいました。詳しくは10月5日6日のね、僕の生配信のアーカイブを見てください。で、ウマ娘がとてつもない再生数やったんで、これを失ったことで、今再生数もチャンネル登録者数も全然伸びません。もうずっと報復前進してる感覚ですね。で、なおかつ僕はワンルームで母と同居というリアクター的にはとてつもなくでかいハンデがあります。ね、見たの通りですね。撮影できる、制限、ね、時間にも制限がありますし。で、まあ、その大量の動画を失ったことで再生リストにね、昔の再生、リアクション動画がないということです。ただ僕は今ね、もう今根性入りまくってるんで、もうハンデやろうがダメージやろうがぶっ飛ばします。で、僕のね、ホームページ、PV、これをぜひ皆さん見ていただきたいんですね。で、僕がどういうパフォーマンスをやってるのかを知ってください。ぜひ、お願いいたします。で、実際に YouTube でね、僕を知った4名の方が、ほんまにショーをね、生で見に来てくださいましたんで、まあ、今後とも僕は節約のため家にいることがほとんどだと思います。で、撮れる時にこうやってね、撮影して、バンバン動画アップしますんでね、再生数ほんまゴミクズ、ミジンコ、死んだ方がマシなんですけども、本数だけでは絶対誰にも負けへんというね、気合根性、やればできる、ね、諦めない、こういったものをね、感じ取っていただければと思っております。
そして一人でも多くの方にね、知っていただいて、僕を知っていただいて、またね、その方がショーを見に来てくれたらいいなという願いを込めてね、活動を続けておりますんで、ぜひですね、応援よろしくお願いいたします。はい、以上、マジラジオ芸人浜でした。どうも、ありがとうございました。